県が独自に開発した和製品種の米、夢めみずほの販売が今日から一部の店舗で始まりました。連日の大雨の影響が心配されましたが、こちらには予定通りできたての新米が並びました。粘りがあり、さっぱりとした風味が特徴の県産米夢めみずほ。金沢市の大阪屋ショップ西泉店には、入荷された5キロ入りや10キロ入りの 合わせて135袋が並びました。米の販売などを手掛ける中橋商事によりますと、今年は大雨の影響が心配されましたが、梅雨明けが早く寒暖差があるなど、天候にも恵まれて出来は上々だということです。1年間あの待ち望んだ。今日新米の日ですので、炊きたてのご飯であの皆さんにえっとご家族みんなで食べていただけたらなと思ってます。 中橋商事での初回の出荷量は17トンで順次、県内各地の店舗で販売するということです。